愛媛自転車大好き。愛媛自転車大好き。先週に引き続きマイクロツーリズムをテーマに、しまなみ海道周辺のおすすめスポットをご紹介していきます。今回も海アナウンサーに来てもらいました。よろしくお願いします。さあ、先週走ってみてどうでしたか？いや、もう本当に楽しかったです。この e バイクがスイスイ進むので本当に快適でした。と、あの潮流体験、はい、楽しかったですね。よかったよね。まだまだしまなみ海道周辺にはたくさんの魅力的なスポットがあるので、今日行ってみましょう。はい、ではまずはすぐお隣にありますドルフィンファームしまなみから行きましょう。こんにちは。こんにちは。今からご飯の時間になります。わー、あ、かわいい。おおー、え、すごいすごい。あ、握手してる握手してる。わー、やったー、回れるんだ。はい、出発。はい、最後の島、大三島に入ります。はい、大三島。サイクリストの聖地を訪れた後は、今年の春にオープンしたサイクリング総合施設ワッカへ。あ、おしゃれ。うん、海辺のカフェでお食事タイムです。いただきます。おいしそう。おいしそう。おいしいです。お肉が柔らかいんですよ。ナッツぎっしり。おいしい。こちらはサイクリストにも嬉しいサービスがたくさんあるそうですね。はい、そうなんです。自転車ごとタクシーに乗せて人と自転車を一緒に運べるサイクルタクシーと、あとは船のタクシーもございます、サイクルボート、はい、もうこの島並み周辺の島でしたらどの島でもお運びすることは可能です。ちょっと行きたいね、いろいろちょっと利用したいです。当たります。そして今日のお宿は自転車に特化したサイクリストホステル行きだね。わー、素敵。綺麗。綺麗だね。天井も高い。本当、自転車を置いても結構余裕があって、これだったらわー、ゆっくり休めそう。さあ、マイクロツーリズムをテーマに2週にわたってサイクリングをお送りしてきましたが、海さんいかがでしたか？いやー、もう満喫しました。このしまなみ海道周辺のもう良さというか魅力をたくさん見つけることができた気がします。皆さんにもぜひ体験してもらいたいですよね。今回訪れた博多島、大三島には船折瀬戸や大山住神社などおすすめスポットがたくさんあります。皆さんも e バイクをレンタルしてサイクリングを楽しんでみてはいかがですか？ここで番組からのお知らせです。クロスバイクとヘルメットのセットを1名様にプレゼントします。南海放送アプリもしくはホームページ、そして愛媛県の自転車ポータルサイト乗ってる愛媛からご応募ください。また乗ってる愛媛では自転車に関するさまざまな情報が掲載されています。ぜひご覧ください。続いてイベントのお知らせです。11月8日は愛媛サイクリングの日。愛媛のみんなが自転車に親しみサイクリングを楽しむ日です。当日は県内各地でいろいろなイベントなどを開催します。さあ、みんなでサイクリングを楽しみましょう。詳しくは乗ってる愛媛ホームページへ。愛媛自転車大好き。